ラムさん、ジュンジュさん、ドッグチューさん、イーちゃん、ミサカユウさん、こんばんは、ミクです。アイバーソンさん、こんばんは。森川さん、モカちゃん、こんばんは、こんばんは。イケピーさん、食いしん坊おじさん、ピカさん、ナマズお兄さん、こんばんは。今日はライブ後の配信ということで、車の中からお届けします。ちょっと電波が悪かったり、ちょっと暗かったりすると思うんですが、ご了承くださいませ。フルッチさん、ミクちゃん、ゴーちゃんさん、エンタワービ秋葉行きたかった、来てほしかったです。真面目に仕事してたら19時半過ぎてた。お疲れ様です、お疲れ様です。山本さん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。皆さん、今日は金曜日、配信をご覧いただきありがとうございます。ヤスさん、こんばんは、こんばんは。アットジャムライブも特典会もありがとうございました。こちらこそありがとうございました。あ、パルコ行ってきたよって。そうなんですよ、今日からパルコで女子オークって言って、あの福岡パルコにてね、展示会がなんと今日から始まっておりますね。私たちも本当に早く行きたくて、今ね、女子オーク東京遠征中で、22日の日曜日まで東京にいるんですけど、東京にいるんですけど、もうね、なんとパルコの方では展示会始まってるよということで、福岡とか、まあ、山口とか九州に住んでる皆さんは、ぜひメンバーよりも先にパルコで女子オーク行ってみてください。もうね、あのパルコで女子オーク行ってくれた方もいて、あのツイッターでね、ハッシュタグパルコで女子オークで、あのちょこちょこエゴサもしてるので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。私、このパルコで女子浴が福岡帰ったら、こうあのメンバーがこうの入れ替わりでね、お店にこうお邪魔させてもらうんですけど、ミクが、24の火曜日、ルナチと2人で、お邪魔しますので、本当に楽しみ。私もね、ガチャガチャ回したいんだ。ゆずきさん、こんばんは、こんばんは、こんばんは。明日も仕事で、もう溶けそう、溶けちゃうよね、溶けちゃう、溶けちゃう。ただのさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。で、皆さん、ギフトなどもありがとうございます。ラインボンさん、こんばんは、こんばんは。ぜひ、私たちもパルコで女子オーク行けるのすごく楽しみにしてるので、23が月曜日で祝日、その次の日の火曜日にミクルナで行きます。本当に楽しみ。あの衣装展示があったり、あのガチャガチャがあったり、あとあのフォト写真のやつもね、あの飾られてたり、あとフォトストップスポットもあったりして、楽しみです。私、あのフォトスポットにアクスタ置いて写真撮ろうと思ってて、24にアクスタ持っていくの忘れないようにしなきゃなと思ってます。かわいすぎるな。ただのさん、ありがとうございます。元気ですか。パルコって天神あたりだっけ。パルコ天神です。天神、めっちゃ天神です。すぐ着きます。ポンツクさん、こんばんは。ヤッキーさん、こんばんは。オーメガネさん、こんばんは。お、明日は東京で38度の場所があるだし、まだまだ暑いですね。私も明日も朝から授業で震えてます。みんな震えてる。みくちゃんもおたかつするんですね。します、します。そう、あのフォトスポットをね、あの作っていただいてるので、 そこで写真撮るのも楽しみ。たかしんさん、こんばんは、こんばんは、ありがとうございます。ありがとうございます。ぜひね、メンバーは23日に福岡に帰りますけど、その前にね、行かれる皆さんはぜひ行ってみてください。ビーノさん、こんばんは、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、九州女子浴のミクです。
雷鳴初披露するってツイッターに書いてあったので、ぜひ皆さん、福岡の皆さん、雷鳴楽しみにしててください。今月はもう行く機会ないけど、来月でも大丈夫ですか？ですね、これが20日か、今日の20日から29まで、29までなので、今月までですね、アルコーでの、展示会は関ヶ原で見てからは配信のみで。おー、ありがとうございます。関ヶ原遊びに来てくれてありがとうね。ぜひまた、じゃあ次はまた配信でもいいですし、もしよかったらライブも遊びに来てください。今後パルコで買い物してたら顔刺されるんじゃないのそんなことあるかな。でもパルコではお買い物めっちゃしますよ。すごいするし、パルコで一人でご飯食べたことも何回もある。私が、じゃあみんなパルコで、ミクが行ったことあるご飯屋さんは、地下1階の韓国料理っぽいところでも食べたことあるし、あとハンバーグ屋さんも食べたことあるし、あとローストビーフ丼屋さんも食べたことあります。ぜひパルコに行かれる際はそこで、私はご飯を食べましたので、ぜひ皆さんもしよかったお時間あったら、あとそこパルコだ、しーちゃんともつ鍋に行ったのもそこのパルコで食べました。あそこパルコ新館、そうだ、パルコ新館はもつ鍋と天ぷらも食べたことある。いろいろあります。で、あとは1階で、そうだ、1階の砂入れるホームとかで、お誕生日プレゼントとかをよく買います。かわいいです。で、次2階に上がってとかでもよく行きます、パルコは楽しいです。なのでぜひ皆さん、展示会に行ってパルコも楽しんじゃってください。リッキーさん、こんばんは。遊びに来た陽気の P さん、ありがとうございます。今日お昼休みずっと YouTube のライブ見てました。ああ、ありがとうございます。そう、 YouTube にライブ上がってるので、ぜひアットジャムでの初披露の時のライブの映像が YouTube に上がってます。ぜひ見てください。顔近い、みちゃんかわいい、ありがとうございます。ゆいちゃん、なおさん、こんばんは。こんばんは。たじろうさん、こんばんは。パルコで遭遇したいですねしましょう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 。入ったらずっと食べそう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 。辻村さん、こんばんは。こんばんは。配信実は初見。おー、ゴーちゃんさん初見で、ありがとうございます。実は初見でゴーワス、ありがとうございます。そう、平日毎日メンバーが配信してて、ミクは金曜日担当となってます。なおさん、こんばんは。トッシーさん、こんばんは。雷鳴のライブ映像良すぎる、わー嬉しい。好きなポイントもめちゃめちゃ嬉しかったです。そう、細かいね、好きなポイントのやつすごい嬉しかったです。今日は何のパスタ食べるんですか？今日はね、パスタじゃなさそうです、残念ながら。そう、パスタじゃないみたいでちょっと残念です。ちょっと福岡帰ったら、わー、私スパゲッティを自分一人でね作ったことあるんですけど、やっぱスパゲッティって難しいなと思います。やっぱお店で食べるスパゲッティめっちゃ美味しいなと思って、自分で食べるスパゲッティあんまり美味しくないかもしれない。さすがお店だと思いました、本当に。ソロコンの衣装がドアタイプすぎて、ありがとうございます。今日ね、なんと生誕まで残り15日ということで、ちょっとキリがいいかなと思って、ツイッターとインスタのストーリーに衣装のね、10月5日に行われる生誕の衣装の撮影してる風景の動画を上げました。ぜひ直接ね見れるのは10月後の生誕の時だけになりますので、ぜひ皆さん直接見てください。めちゃめちゃ可愛いです。そう、頭はヘッドドレスつけてピンクの衣装着て白のねタイツ履いてるんだけど、めちゃめちゃ可愛いです。みくちゃんも見て、見ました見ました。一個ずつ止めてみたい佐賀競馬のイベント行き、おー、ありがとうございます。トッシーさん、じゃあ23日だ、お待ちしてます。今車移動中です。今日ね、東京でリリースイベントがあったんですけど、そのリリーベが終わって今車で帰ってる途中です。
23日に受賞福岡戻りますので、ぜひ佐賀競馬楽しみに待っててください。私も楽しみ。そう、また食べてないんですよ。そうそう、今日ライブだったのでね。サンサちゃんこんばんは。こんばんは。そう、ちょっと今年は可愛いに全振りで、そうなんですよ。去年ね、あの二面性ってことで2つ衣装を着させてもらったんですよ。ちょっとあのかっこいい系と綺麗系にしたんですけど、去年がね。で、今年はちょっとあのサブタイトルもオールアイドルっていうサブタイトルをつけて、ちょっと可愛いを全部出そうかなと思って、今年はちょっと やりたいことも全部やっちゃって、可愛いも全部出しちゃっていこうかなと思って、私はあんな感じの衣装にしました。めっちゃ可愛いの。パスタは茹で方とソースの作り方、ちょっとしたコツがあって、あー、ちょっとしたコツか。何何、コツ教えて。もう福岡行きたいの。あー、ぜひぜひ。ミャッキーさん、この前はありがとうございました。リボンフリフリピンク可愛かったです。そうなんですよ、ピンクの感じも可愛いし、そうヘッドドレスね。そう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 、私もヘッドドレス大好きでつけちゃいました、今年。向井さんこんばんは。可愛すぎてハート射抜かれました。ありがとうございます。最近ミクちゃんよりご飯食べられなくなってきたかも。それは大変、それは大変。キナピーのお疲れ様です。リボンハートお疲れ様です。行きたかった、福岡住みたい。可愛い、出しすぎてグギで昨年行けなかったから今年のセーター楽しみにしてる。わー、ありがとうございます。森川さん楽しみにしててね。楽しみにしててください。薄めピンクやばい。みくちゃん、薄紫のヘッドドレス絶対可愛いじゃん。私白のヘッドドレスです。みくちゃんこんばんは。リリーブお疲れ様でした。お疲れ様でした。 MCZ さんたくさんリリーブも足を運んでくれて、今日もありがとうございました。でも若いさん、くまさん、ああ、ありがとうございます。ありがとうね。明日は川崎で2、あ、そうなんですよ。明日はあのタワーレコード川崎店さんでリリースイベントが2回あります。そう、1週間ね、東京、まあ、関東でリリースさせてもらってたんですけど、明日でね、今回の東京でのリリースイベントが最後ということで、この機にね、ぜひアルバム手に取ってほしいなと思ってて、ぜひ関東にお住まいの皆さん、明日ぜひ川崎に来ていただいて、ライブ楽しんでフィフェスアルバムゲットして、ね、受賞区月1しか東京来れてないので、ぜひ受賞区がいない時はアルバム聴いて過ごしてもらえたら嬉しいなと思うので、ぜひ皆さん明日アルバムをゲットしに川崎へ遊びに来てください。なんか美味しいご飯屋さんたくさんあるみたいですね。あと映画館もありますから、いい匂いですよ。みくちゃん、ぬりすいめさんこんばんは。かわいい白、王道ラブ。かわいいよね、白はいつまでたってもかわいいですから。ありがとうございました。お久しぶりです。あ、こちらこそありがとうございました。私もめちゃめちゃ楽しかったです。お仕事で泣いたわ。涙出ちゃう。川崎は、あら、行けたら行くねってことは絶対に来てくれるってことかな。ありがとうございます。お待ちしてます。ぬれせんべいさん、オッケーオッケー、ありがとう。明日ね。初見です。ありがとうございます。牛首さん、こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。今日行けなかったから明日買いに行かないと。ぜひぜひ。おさむさんこんばんは。こんばんは。ありがとうございます。ミラクルイカオオードリさん、ありがとう。お腹いっぱいではないけど、お腹いっぱいではないけど体が受け付けなくて。あー、私年々食べれる量増えてるかもしれない。絶対に来てくれるんだ、ポジティブツイ。だって行けたら行くは来てくれるんじゃないですか。私も行けたら行くねって言われたら、あ、絶対来てくれるんだと思います。俺の嫁大好きだ。あ、しーちゃんから来ました。お小遣い、 ありがとう。22日行くね。ありがとうございます。お待ちしてます。
22日、お、定期公演だ。そう、22日はね、今回の遠征のラスト、東京定期公演です。朝のね、11時開演、まあ、11時50分からラジオ体操始まるので、みんなでするラジオ体操ね、いいですよ、すごくすごいいいので、で皆さん10時50分にこう会場に入っていただくと、一緒にラジオ体操できて素敵なスタート切れるかなと思うので、ぜひ22日の定期公演早起き一緒に頑張ろうね。としひこさん、こんばんは。配信ありがとう。リリーブ、お疲れ様。こちらこそ配信見に来てくれてありがとうございます。ありがとう。そうです、そうです。あー、ラジオ体操ちゃんと覚えてる人、みくちゃん。そう、ラジオ体操、稽古の前に女子よくラジオ体操するんですよ。歌唱稽古の前にはラジオ体操して歌唱稽古に入るので、なのでね、基本週1週2ではします。そう、なのでね、覚えてます。ラジオ体操第2しか覚えてないです。あー、でもそれはわかる、それはわかりますけど、なんだったっけ、私ね、好きなね、ラジオ体操の、ね、音があるんですよ。なんだったっけ、ね、しーちゃん、なんだったっけ、ラジオ体操の低い音のやつ、第2？第 3？ 第 4？じゃーんじゃーん、そうそうそう、あのけん玉みたいな動きけん玉何それ、ドーンみたいなやつ、何番だっけそれ、低い音のやつ、ダンダララーンから始まって、ドーンドーン、あ、テンルルンルル、あ、それ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 、何番、ちょっと何番か分かんないけど、第2の、うん、2つ目の動きぐらいの、第2の2つ目の動き、ジャンプ最初した後の、うん、低いやつ、落ちサビ的ななんか低い音のやつがあるんですよ。低い音のやつが私は好きです。リズム感も好きだし、音も好きな。ちょっとね、ことごめんなさい、言葉で表せなくて、なんかダーンダーンってなります。それが、あー、そう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 、そんな感じが好き。あ、そうそう、生誕の衣装めちゃ可愛かった、楽しみにしてますね。ぜひ楽しみにしてください。私もすごく楽しみです。週1週2でラジオ体操してるのすごい。ラジオ体操って体全体のストレッチになるからいいんだよね。あ、工場現場でも怪我防止にやるんですよ。おー、ね、体全部使えますもんね。子供たちのお昼寝明けに毎朝ラジオ体操してるからお揃いだお揃いだ。トムさん、こんばんは。ラジオ体操の音好きな人初めて聞きました。なんかね、あるんですよね、好きなや、好きな、あ、この音の感じ好きみたいな、かわいい。なんかラジオ体操は第3まで、普通は第2まで、落ちサビあるのかなとしーちゃんからしたら落ちサビらしいです。そう、多分こんな感じのやつです、こんな感じのやつです。ギズさん、こんばんは。会社で始業前にラジオ体操の時間があります。おー、じゃあみんな結構ラジオ体操してるんだ。ダーンタタンタタン、あ、違うね、これタラタラタ、好きなとこないなんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、なんか、音がね、あるんだよね。音があるから、なんかね、好きなね、音の、なんかね、ちょっとね、今度分かったらまた言いますわ。また言いますね、皆さん。しーちゃん、ラジオ体操のおしさび教えてほしいわって。ちょっと独特な感性な方がいらっしゃったんですけど、ラジオ体操、踊ってって言われたら絶対に一人じゃ、うお、そうそう、ライブ前、日曜日の定期公演の前にはみんなでね、体ラジオ体操しますので、ぜひぜひみんなで動かして、体動かして声も出して楽しんでいきましょう。お待ちしてます。クロさん、チラッとありがとうございます。ありがとうございました。あー、皆さん、ですね、もうそう、ワンマンまでね、なんと72日なんですよ、残り。気がついたら早いなと思ってましてですね、
12月1日はねセカンドワンマンライブがキャナルシティ劇場にてありますので、ぜひ皆さんもうね12月1日開けててくれてるよね、実習のためにね、ぜひ開けててくれてるよ ね、生バンド楽しみすぎるよね、多分思い出すことなく忘れ、あ忘れちゃうの、ラジオ体操の前に歌あ新しい朝が来た、あれだ、夏休みのラジオ体操の時にそんな感じの歌あった気がします、そうですそうです、ありましたありました、そうで、女子オークは明日タワーレコード川崎店さんで2部制でリリーベがあって、今週ラストのリリーベです。で、日曜日がちょっと今お話ししたラジオ体操もね10時50分からやります、定期公演があります、定期公演ね、内容盛りだくさんできっとね来年するんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん来年を見に、ちょっとまだ瀬戸り分かんないんでやらないかもしれないですけど、きっとやるんじゃないかなと思うので、ぜひ遊びに来てください。あ、予定開けてるんじゃなくて自主役さんで詰まってる、わー最高のコメントありがとうございます。で、10月の5日、残り15日となりましたが、10月の5日、私ミクとしーちゃんのお誕生日会があります。今日ねツイッターとインスタで私は生誕衣装の、お披露目をしましたので、ぜひ皆さんそれを見ながらワクワクして10月の5日遊びに来てください。そして今年は生誕配信もありますので、ちょっと福岡までには、福岡はワンマンの時に行くよっていう皆さんはぜひ配信でねご覧いただけたら楽しんでもらえるんじゃないかなと思っておりますので、ぜひチェックの方よろしくお願いします。そして、この10月5日の私の生誕祭の時にちょっとどうしても私がステージ上に置きたい総称、あ、総称じゃなかった、なんだっけ、装飾装飾がありまして装飾がありますあるんですよ。でそれをねこの応援してくれる応援クレジットを今募集してましてでね、ちょっとみくの装飾もうやめたら言うの私がステージ上に置きたいものがあるんですけど、それをね応援してくれるよって皆さん今募集しております。応援してくださった皆さんにそれぞれ生誕、あれキャンセルキャンセル、生誕の衣装でのね動画をお届けしますので、ぜひチェックしてもらえると嬉しいなと思っております。あーよろしくお願いしますですです。で、はねむさんこんばんは、こんばんは。生誕グッズって会場でしか買えませんかということでですね、あ、そうそう、今年の生誕グッズがなんと私お箸を、みんなでご飯をいっぱい食べようお箸です。皆さんいっぱい私に負けないぐらいご飯を食べて元気にこれからも生きててほしいなと思って今年はお箸出しますので、今までに出したことないグッズを出したくて、ちょっと今年お箸にしましたので、ぜひ皆さんお箸もねいい感じに進んでるみたいで、スタッフさんからご連絡いただきまして、進んでるという情報は聞きましたみたいなの聞きまして、私も楽しみです。やっぱり俺ミクが好きなのかもしれないありがとうございます。好きですよきっと私のこと今ムーさんこんばんは、こんばんは。イーヤさんこんばんは。確かに装飾ではない、本当にそう本当にそうです、装飾です、装飾です。ぜひね私がねこうしたいことを応援してくれるよって皆さんはぜひ女子奥のホームページからミクの生誕のページにその申し込みがね、そこで全部生誕の当日のチケット、当日のチケットも配信のチケットもこの応援クレジットの受付もできるようになっているので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。よろしくお願いします。こんばんは。ミックスティック、そうです、ミックスティックです。みんなでご飯をいっぱい食べようミックスティックっていう名前です。大好きです、ありがとうございます。あ、大好き、ありがとうみんなから大好き、ありがとうございます、ありがとうね。で、10月の26日にですね、受賞区10月28日になんと7周年迎えるみたいなんですよ。ありがとうございます、皆さんのおかげで7周年、7周年ってさよく考えたらすごいよね。今日さ、私今日のリリーベで10月26日7周年ぜひ来てねっていうお話させてもらった
7周年ってすごいなと思って、グループとして7周年もこう活動させてもらえるのって本当にありがたいなと思うのでね、ぜひ10月26日7周年、そしてミクアイドルになって10周年記念ライブが同じ日にね、同じ場所ビートステーションでありますので、10月ね盛りだくさんなんですよ、本当に盛りだくさん、うん、一つ一つをねこうしっかり楽しみつつ、一個一個をちゃんと感じつつ楽しみたいなと思ってるので、みんなもねこう一個ずつ楽しんでもらえたらなと思いますので、よろしくお願いします。装飾も楽しみって楽しみにしててください。10月までお仕事頑張れそうです。確かに7周年、そう7周年すごいよね、すごいよね。あ、26行けたら行くねってことは絶対に行くねだ、ありがとうございます。10月忙しいね。そう10月ね、ありがたいことに記念の日がね、もうミクとしーちゃんのお誕生日プラス、まあ、女子力の周年がもともとあるということで、ちょっとね記念の日というかこのお祝い事が続くのでね、ありがたいことになので、みんな10月はハッピーマンスなんで、みんなも幸せに10月、まあ、みんないつも女子力を見て幸せになってほしいなと思ったけど、10月は特にこう幸せいっぱい感じてもらえたら嬉しいなと。で来て12月の1日にセカンドワンマンライブがキャナルシティ劇場であります。そう楽しみですね。私すごい生バンドね、ジュシオクの曲を生バンドで聴けるのがもうすでにすごく楽しみで、どうなるんだろうって思ってます。雷鳴、新曲の雷鳴がセカンドワンマンのイメージ曲になってるんですけど、だから絶対にさ、雷鳴はもうかっこいいのはもう間違いないじゃないですか、生バンドでやったら。ああ楽しみだね、どうなるんだろうね。であ、コンペイトありがとうございます。このアゲみたいな、あ、間違えたどこ、ああニーヤンさんだ、アゲありがとうございます。なんかすごいずっと大きなアゲが、ありがとうございます。アゲアゲだよってことかな、テンションがアゲアゲだよってことだよね、きっと。こんな感じですか、ありがとうございます。じゃあ皆さん、そろそろね、そろそろちょっとお別れの時間かもしれないんですけど、私に何か今日質問し残したよとか、これ言っとこうかなみたいなことがあったら言ってってくださいね。時が来たらスクショタイムします。スタリーのバンドバージョンがとっても楽しみ。わあ、スタリー、もう無限大だね。雷鳴を確かに、もうみんな一回じゃ足りないよね、目足りないよね。あ、そうで、10月26日 の7周年の記念ライブの時に3月17のファーストワンマンのセットリストでお届けするんですよ、ね、それもね今はすごい楽しみ。今日も可愛いよ、ありがとうございます。周年行きます、パルコ行きました、以上。すごいありがとうね、伝えてくれてありがとうございます。今日みくちゃん可愛い、ありがとう、みくちゃんの目が、あ、ありがとうございます。今日も可愛い、ありがとうございます。みんなに可愛いって言ってもらえて、ありがとう。雷鳴楽しみ、ぜひ。福岡はね23日佐賀競馬で、楽しみです。ひろさんこんばんは、こんばんは、ありがとうございます。九州女子力のみくです、よろしくお願いします。可愛いしめっちゃ好きです、ありがとうございます。バンドだとアウトレイ曲つないが楽しみやな、ねえどうなるんだろうね。まあ、セットリストも楽しみ、はいはい。あ、お酒のイベントもさっき申し込んだよ、ありがとうございます。そう今日もね多分きっとツイッターの方でおしゃれがツイートしてたのも あるんですけど、そうなんですよ、女子力なんとお酒のね、お酒のことを学ぶイベントに出演させてもらうということで、皆さんぜひ一緒に学びましょう。私普段全然お酒飲まないので学べることがたくさんあるんじゃないかなと思っておりますので、すごくみんなで一緒に学びましょう。でみくちゃんも見逃せない、もう見逃しちゃダメだよ。気づいた時にはショールーム終盤だけど、今日もみくちゃん、あ、キャンセルキャンセル、かわいい。
ありがとうございます。あやかちゃんありがとう。明日も頑張ってね。今日もお疲れ様でした。ありがとうございました。ということで最後にスクショタイム行きたいと思います。ということでね、皆さんありがとうございました。今日はちょっと暗いですし揺れたとは思うんですけど、配信ご覧いただきありがとうございました。今女子浴は東京にいますし、福岡パルコで女子浴で盛り上がってますし、みんな女子浴をたくさん吸収して楽しんでもらえたら嬉しいなと思っております。東京に明日は川崎、明後日が東京定期となっておりますので、ぜひ最後までよろしくお願いします。そして23からは福岡帰れますので、福岡の皆さん女子浴に会う準備して待っててください。ということで今日は本当に